飲んでマイナス10キロ痩せるお茶お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひお役立てくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるんでしょうかというそのポイントについてお伝えしていきます。ポイントは大きく分けて3つあります。1つ目です。腸内環境を整えてくれるからです。そのことで根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。2つ目、代謝を促進してくれますということは、食べてもどんどんね燃やす力を得ることができるということ。そして3つ目、脂肪の蓄積をグッと抑えてくれる効果もあるので、しっかりとこのお茶を飲むことでこういったダイエット効果を得ることができるんですよ。では2つ目の項目です。何をということで、今回お伝えするお茶の材料が持つ痩せる効果について2つお伝えしていきますね。1つはこれね、実はもち麦が入ってるお茶なんですよ。でこのもち麦って、腸内環境も整えてくれますし、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維とね同時に2種類の、食物繊維を持つのがこのもち麦なんですよね。でまた血糖値の急上昇です。太るもとですよね。もうどうしても食べると血糖値って上がります。その上がってる間に脂肪がねどんどん溜まっていくっていうのはやっぱりしっかり抑えてくれる効果があるので、ぜひねお食事中食前に飲むのがおすすめ。そしてコレステロールを整えてくれるし、また便秘の改善にもなりますから、しっかりとここでデトックスしていきましょう。はい、そしてもう一つはねこちら途中茶になるんですよね。で途中茶ってねよく聞くと思うんですけれども、途中茶ってすごいんですよ。ダイエット効果が脂肪の吸収を抑えてくれたり、また血中、血液中のね中性脂肪も減らしてくれますし、コレステロールの、悪玉コレステロールさんも抑えてくれる。そしてね嬉しいのがノンカフェインなんですよね。やはりねカフェイン飲料ってダイエット向きじゃないんですよ。なぜでしょうか。それはやはりカフェインを取ってしまうとね腸が動かないんですよね。腸ってですね、そのゆったりとした副交感神経といって、要はこうリラックスするときにようやく動いてくれる臓器なんですよね。なのにカフェインを飲んでしまうとその逆、交感神経でもねスイッチオンでね働け働けっていう時はね腸動かないんですよね。なのでやはりダイエット中は極力カフェイン飲料はお休みする方が丸です。はい、では3つ目の項目です。どのようにということで、では一体どのようなお茶なんでしょうかということで、私が今回ねハマってるお茶はこちらです。見えますでしょうか。光って見えにくいかな。ノンカフェイン、水出しもできますということで、もち麦途中茶になるんですね。でこちらは私が気に入っております株式会社小川翔薬さん、ね、お小さな川の生まれる薬で、この小川翔薬さんから出てるお茶、私今までももう本当に何回もねもう気に入ってまして、皆さんにシェアしたいと思ってすぐ動画作るんですけど、なぜ好きかっていうと、こちらの会社のこう理念が好きなんですよ。別にプロモーション頼まれてるわけでも何でもない、ただ私が勝手に気に入って腸活向きだなこちらの会社の商品と思って、もう本当にね気に入って、ただ単にねシェアしたいばっかりでお話ししてるんですけれども、やっぱりこちらのね会社ってその例えばティーバッグ1つにしても無漂白を使ってくださってるんですよね。漂白していないティーバッグを使うことで、健康にもすごく考慮をしてくださってたりとか、国産の材料をこだわって使ってますとか、その生産者の方を応援してますっていうか、思いがこうなんていうのかな、こう伝わってくるから、なんかこう応援したくなりますし、何よりも安心安全なので、もう私自身もそうですし、お伝えするね目の前の皆様の方々のことを考えても、なんかこう自信持ってお伝えしたいなって思って、いつもね結構チェックしてるんですよね。でもちろんお近くにね置いてないっていう方もいらっしゃると思うんで、よくね皆さん、先生それどこで買えるんですかとかめちゃくちゃコメント来るんですよ、 LINE とかで。でもネットでね買うのが一番かなって思いますので、ネットで購入されると確実だと思います。
でこちらですね、新鮮な途中茶を独自のその焙煎する技術でね、香り高い途中茶に仕上げてくれて、しかもね、新たな組み合わせとして今注目のもち麦もブレンドしてみましたって、今までこれまでにない新しい途中茶が誕生ということでね、もち麦途中茶のお茶葉を使用した30袋入ってもう漂白ティーパックなんですよ。でもちろん煮出し、お湯出し、水出しできるので、まあ、この時期ね、水出しも楽かなって思うんですよ、暑いので。ただ水出し OK なんですけれども、ここからが大事です。こちら最後に伝えたいのは痩せる飲み方ということで、まずですね、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がありますから、できればお食事前、食前飲むのがベストで、私はどうしてるかっていうと、ホットで飲みます。もうどんなに暑くても私はですね、超いたわりたいので、ホットか、まあ、せめて常温で飲んでいます。でもどんなにいいお茶としてでも、ノンカフェインだったとしても、やはり1日に 1,2 杯程度で十分です。どんなお茶もね、やっぱ飲みすぎてしまうと、大なり小なり消化しないといけないんですよね、お水と違って。天然水でしたら消化する必要ないんだけれども、お茶って消化しないといけないんですよ。そうするとやっぱりね、腸が休まらないんですよね。やっとなんか食べ物を消化したのに、その合間合間でごくごくお茶ばっかり飲むと、腸がまた働かせる気みたいなね、ちょっと休ませてよってやっぱなるわけですよね。なので飲みすぎは NG です。なので、まとめますと、1日に 1,2 杯常温かホットで、しかも、体質改善ですから、 1,2 週間 1,2 杯ね、飲んだだけで効果はやっぱりね、なかなか出ない。最低でも12週間以上は、何でもそうですけども、やっぱりいろんなこう細胞とかね、血液とか変わるのってやっぱ数ヶ月かかるわけですから、やはりしっかりとね、12週間以上は毎日美味しく楽しくですね、お体の変化を楽しみながら飲んでいただければと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回は健康的で綺麗に痩せるなっても一押しのもち麦が入った途中茶をお伝えしました。ぜひあなたのダイエットに美味しく楽しく取り入れていただけますと、とっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。